ろしくお願いいたします。ただいまから近藤弥生足立区長の記者会見を始めます。皆様にお配りしました次第の案件1および2につきまして近藤区長から説明いたします。はい、予算の発表に引き続きまして定例の会見ということでご足労いただきまして誠にありがとうございます。まず一つ目のテーマでございますが、家庭的保育、いわゆる保育ママによる、足立区独自の給食提供の取り組み、これをモデル的に実施するということでございます。まあ、足立区では待機してらっしゃるお母様方、保護者の方の働き方を見てみると必ずしも、正規雇用ではなく短時間で働いてらっしゃる方の割合も非常に高いということもありますので、単に認可保育所を増やしていくというだけでなく小規模ですとか保育ママといった、多様な保育サービスの提供ということを一つ柱に掲げております。ただそうは言いながら、待機児童のいる地域であっても保育ママですとか小規模保育等で定員に特に年度当初ですけれども空きが生じているという状況がございまして、どうしてこういった空きがどういった原因から生じているのかということを調べてみますと、まず一つは、保育ママというのは0歳から2歳をお預かりするサービスですので実際にこの2歳になった後の2度目にもう一度補活をしなければならないというところに一つ大きなハードルがあるということが一つ、つまり2歳が終わった後の卒園後の預け先が課題であるということ、こうおっしゃる方が 42%、 つまりその卒園後の預け先が確保されれば申し込むよという方が4割いらしたということと、もう一つ給食の提供があれば申し込むという方が約5割でございました。当初、保育ママが始まった時には給食が実施されておりませんでした。そしてまた国の方の方針で提供が始まったもののまだ、19事業者に給食の提供がとどまっているということがございます。これは当然といえば当然のことでご自宅を改良して保育ママのサービスを提供していらっしゃるわけですから、こうしたお子さんたちに対する衛生面ですとかさまざまなハード面から見てもですね、なかなか自園で、ご自宅で、調理をして給食を提供するというには非常にハードルが高いということで、区として、保育ママサービスを継続するためにもですねぜひお願いしたいということで一つ国に提案をさせていただきました。一つは、外部の事業者からの搬入を許していただける、いただきたいという要望をさせていただいたわけです。この外部搬入と申しましても衛生面にかなり高いハードルを設けなければならないと考えておりますので幼稚園ですとか、保育園に給食を提供しているような、そんな事業者を、イメージして、ございます。30年の4月から、国の方が搬入規制を緩和していただけましたので、区といたしましてはまずこうした外部搬入を一つ突破口にしていきたいということを考えております。それともう一つはですね共同体方式、国の方はコンソーシアムという言葉を使うようでございますが、じゃあ共同体とは何ぞやということになります。これですね、今保育ママには給食を提供していないママさんとすでに給食を提供しているご自宅で調理しているママさん、こう2通りがあるわけです。というならばこの実際に給食を提供しているママさんに余分に給食を作っていただいて、給食を提供していないママの方にこう提供していただくというような戻り事業を足立区の方から提案したところ、これが国のモデル事業、コンソーシアム形成モデル事業ということで承認をいただいて実際に実施をしていくと、1月28日からも始まっているわけですが今年度いっぱいモデル期間としてさせていただきたいと思います。どういうスキームかと申しますと、まず調理をしていないママさんと調理をしているママさんの間で協定を締結をしていただいて、給食を調理するにかかるお金を支払っていただく、そしてここから配送をする運搬員を
こちらのママさんが雇用する形で届けてもらうといった形、そして区の職員がママ同士またはこの配送の運送員といった全体の流れをコーディネートするような形で進めていくというのがモデルこの事業でございます。まあ、基本的には区といたしましてまず自援が将来的には1/3、そしてまあ外部搬入が1/3程度ということで、この共同体方式がどの程度外部搬入に変われるかということもですね、このモデル事業の中で検証していきたいと考えておりますが、まあ、区が発案した、まあ、事業ということでございますので、このモデル実施期間きちっと実施をしてまいりたいと思います。それと先ほどちょっと一つ飛ばしましたけれども、これが先行利用調整、これは9月の、この場でご説明をさせていただきましたが、保育ママ、小規模の利用についてですね、区の方が一定程度先んじて利用の場所をですね決定させていただくような調整をさせていただいた結果、まあ、どういう状況があったかということだけ簡単にお知らせすると、保育ママも小規模の方もですね、昨年その利用調整を行わない年に比べて空きが減ったということで、一定程度の成果があったということでございますけれども、認証はこの調整の中に入れておりませんので、まあ、不公平感というようなことも一部ご指摘されている部分もございますので、今後どの程度、もちろん利用調整を継続させていただく考えですけれども、まあ、保育ママ小規模保育に対してどの程度の割り当てを保育園のですね割り当てをしていくのかという数については少し検討の余地があるというのが初年度の先行利用調整の結論ということになるかと思います。次に災害に対しての新たな基金を創設するということは先日の予算の時にも申し上げましたので、今回はその少し具体的な中身についてお知らせをしてまいりたいと思います。こちら左上のこの図は毎年9月に足立区で実施をしております区政の世論調査の結果でございまして、例年本当に大勢の方に足立区の取り組みで一番需要の高いのは防災対策だよということでご意見をいただいております。そしてまたご承知の通り、まあ、昨年の夏も水防本部を立ち上げるような機会が一夏で4回もあったというようなことで、これはやはり普通の事態ではないなという私どもの認識です。ですから区として、まあ、区民のこういった要望にきちっと応えていくというアナウンス効果もありますし、具体的に何をどのように対策を打っていくかということを分かりやすく伝えていくために、この基金を当初40億規模で積み立てるということで条例案を提出させていただくことといたしました。それでは何に使っていくかということでございますが、まず一つはいざというとき避難所になります学校の体育館のエアコンの整備、まあ、これは国ですとか東京都の方でも助成がつくというような情報がもう皆さん方もご承知の通りだというふうに思います。区といたしましても東京都の助成補助額をですねきちっと使っていきたいと考えておりますけれども、ポイントがいくつかあって、今いろんな機種が出ております。どのような機種が一番費用対効果がいいのかということを検証しなければならないということが一つと、足立区内の104校の学校の体育館ですが、独立型の体育館、校庭に単独で立っているものと校舎の中にある体育館、この2パターンがあるわけです。ですから、どのように、まあ、冷房効果が異なるのかということも検証していく必要があるということでございまして、当初ここに掲げました3つの中学校に試験的に冷房を設置していくということでございます。1校あたり12台を設置するということでございまして、それぞれ検証の意味を込めまして内容が異なっております。もちろん4中と花畑北中学校につきましては独立型の体育館、片っぽは都市ガスのもので、片っぽは LP ガスを活用した機種ということで、これも検証ができる。そして一つはリース契約で行う、
で一つは工事契約で行うということでございます、本区の場合には非常に学校数が多いということ、そしてまた東京都の補助金が何年あるのか、なかなかの不透明なところもありますので、スピード感を持って対応していきませんと、補助金が途中で途切れるということにもなりかねませんので、どうリース契約がいいのか工事契約がいいのか、大勢のたくさんの箇所数の多い学校をより短時間に整備するためにはどういった形態がいいのかということもここで検証していく考え方でございます。で3つ目の入谷南中学校につきましては、内蔵型と書いてございますが、校舎の中に体育館があるような形、こちらも都市ガスと工事契約で進めていきます。つまり今年の夏に効果を検証させていただきまして、どのスタイルでいくのかということを一定の方向を出しまして、まず最初はこの、校庭に立っております独立型の体育館、これを一期過剰に整備をしていこうと考えております。これは32年度のお話になるかと思います。まず一つが用途がエアコンの整備ということでございます。二つ目はトイレの問題なんですけれども、足立区の体育館避難所のトイレは基本的に今までアースイントイレと申しまして、いざという時を土の中から掘り起こすと、普段は土の中に埋まっているというこういったトイレだったわけです。これは阪神淡路の経験で、当時の課長が現場を見てきまして、足立区はこれでいこうということで方針を固めたわけでございますが、今避難所訓練に参りますと、高齢者の方々がとてもじゃないけれども土の中からこれを掘り起こすのが非常に困難であると、予備的に備えておくのはいいけれども、これ一本で行くのは非常に困難であるというお話もございますので、このマンホールトイレ式のものにこれから交換していこうと考えております。現在のところ足立区では、トイレの洋式化を図っておりますので、それが終わり次第こうしたマンホールトイレに、スイッチしていくように考えております。もう一つはいざという時に、東京とかですね、県外東京都の外からまたは都内からさまざまな救援物質が寄せられる時に、それを荷さばきできるような場所というのは正式に、今まで区内にございませんでしたので、この今廃校となっております入谷南中学校、ここが高速道路の入り口からも至近の距離にあるということも考えてですね、この防災拠点として再整備をしていこうということで、考えております。ここに基金を投入していこうということでございます。もう一つは防災船着き場、四方を川に囲まれている関係で、ございますので、このいざという時、船の便を活用したいということで、すでにこの赤で記してございますのはもうすでに区内にある船着き場でございますけれども、ここのですね、隅田川沿いの船着き場、これは車でなかなかそばまで寄りつけないという不便さがございますので、この、日光街道に近いこの地域、それで直近まで、車つまりトラックが寄せられるような、船着き場を整備していきたいと、考えております。これも基金を充当していく考えで、ございます。次にこれも防災減災の推進ということですけれども、綾瀬警察発でアイデアをいただきました。どんなアイデアかだったかと申しますと、綾瀬警察がですね、住民の皆さん方の、いざ水害の時に垂直避難できる場所がなかなか、決まらないんですと、区の方もやってるようだけれども成果が見えないというお声を受けてですね、警察の方が、所管の5階以上のマンションを持ってらっしゃるオーナーの方に呼びかけていただいて、いざ災害という時、一時的にその公共の場所に、このビル内のですね、公共の場所に避難できるような、そんな取り決めをさせてもらえませんかという依頼をしていただいて、実際に承諾をいただいたところが、あるわけです。そしてその承諾をいただいたところに対して、
逃げていっても避難をしても何も備蓄がないんではということでですね、ここの、依頼の承諾をいただいたビルの中に足立区の方から、備蓄物品を提供して、実際にここに備蓄をしていただくというような、まあ、スキームで、ございまして、今すでに、約170棟の、ビルマンションから協力するよという承諾の、お話をいただいているということでございます。まあ、内々に伺いますと、まあ、こうした取り組みが、警視庁の中でも綾瀬警察が初めてということで、警視総監賞の、をもらえるという内々のお話があるやに聞いて、おります。これが警察からのご依頼を受けて区の方が用意する、備蓄物品、これを100セット1警察についてですね、こういうイメージで、配備をさせていただく考え方です。で、まず綾瀬警察が非常に積極的にやっていただいて、634棟5階上の建物に声をかけていただいて、170棟で教育をいただけるということでございまして、残りの、3つの警察署につきましても、危険度の高いところですとか川に近いところというようなところから同じように協力依頼をしていただけるということになりました。決してこの間区としても手をこまねいていたわけではありませんけれども、まあ、協力依頼の通知を出すというところまでお話が進んでいなかったということと、やはり警察から出していただけたということで、かなりのインパクトを持ってビルやマンションのオーナーさんに受け止められたのが一つの、まあ、効果というか、これだけご協力いただけた原因というか要因になってきているかと思います。それでは、発案された綾瀬の所長、そしてまた、所長に対して提案、こういう具体的な提案をされた地域の、自治会の会長さんの声を聞いてきておりますので、ちょっとご覧いただけたらと思います。実はこの区域対比建物についてはですね、昨年7月の西日本集中豪雨による岡山県真備町のですね、甚大な水害、これに鑑みてですね、ハザードマップを見たところ、足立区のハザードマップと非常に似ているところがありました。それで、まあ、綾瀬管内においてもですね、垂直避難でなんとかならないのかということで、中川地区で長く水害のですね、まあ、研究をされている、防犯協会長の蓮見会長、この方に相談に行ったんです。そしたらマンション全部のこの参道をいなきゃならないというところで、警察で何かできればお願いしたいんですということを言われました。今のお話の中にもありましたように、もうすでに百数十棟のマンション等が賛同していただいたということに対しては、その管理者であるとか持ち主に敬意を表したいと思いますし、社長さんの方からのご依頼に即応、していただいてこのような結果になったということが非常に素晴らしいことであると同時に、驚きの出場に過ぎます。警察から、依頼がございましたときに、まあ、僕はこの、ここへ来る前オムにいましたんでね、そのところはもう毎年ありました、水が、ね、それでここへ来た時も、水が上がりました。そういうあれも、まあ、実際に体験しているもんで、まあ、ここに住んでるものとして、まあ、ビルみたいなもんですよね。まあ、僕もこの近くで三市会っていう会の会長やってたもんで、まあ、皆さんとも顔見知り で、まあ、困った時はお互い様と。この対策が館内でも少しずつ広げていく、または多少館内にもその輪が広がっていく、そして実質的なものとして夏前にはですね、実質的な避難訓練などを催してですね、魂の入った、
ネットワークにしていきたいと思っております。ということで、ございます。こちらのテーブルの方に用意しているのが、先ほど映像でも見ていただきました書の方に、お渡しする備蓄品のこうイメージ、そして協定にご賛同いただいた方については、まあ、こういったステッカーを、ビルなりマンションに、まあ、貼っていただくということで、ございます。そして防災減災の話題でもう一つでございます。信用金庫が防災対策の融資を新たに始めていただくということでございます。まあ、足立区は特にこの危険度ランクが高いところを中心に特定地域と称しまして、さまざまな減災の助成金を持っていて、区民の方にご利用いただいているわけでございますが、まあ、全てが助成で賄えるというわけではなく、まあ、例えば一つの例にすぎませんけれども、工事費総額700万円かかるところ、やはり区の助成が120万あったとしても580万は、まあ、自己負担が生じてしまうということで、やはりこれがですね、重くてなかなか一歩踏み出せないという方が圧倒的に多い状況の中で、今回足立清和信用金庫さんの方がですね、新たに防災対策融資というものを立ち上げてくださることになりました。これは個人向け融資というところが一つのポイントでございまして、限度額が3000万円までということなんですけれども、まずその先ほど申し上げた危険度が高いというこの特定地域の対象物件の場合、金利が 0.3% ダウンする。旧耐震の建物の建て替えの場合、または耐震改修の場合、また金利が 0.3% ダウン。そして区の防災や減災関連の助成金を活用する場合 0.2% ダウンということで、この3つの条件全てに当てはまるとですね、適用金利 1.8% のところ適用金利が 1% まで、つまり 0.8 ポイントを下げていただけるという新しい金融商品を開発していただきました。まあ、区と、足立清和さんでですね、共同で耐震補強や空き家改修等の相談会を、まあ、開催し、または、区では建築安全課の窓口などでこの金融商品を、まあ、ご紹介するということで、お互いに相乗効果で協力し合いながらこの利活用していただいて、足立区は、安全を、そしてまた、足立清和さんの方は、まあ、こういった金融商品の利活用ということで、ウィンウィンの関係を築いていきたいと考えております。私からは以上でございます。以上で近藤区長の説明を終わります。近藤区長ありがとうございました。それでは一括して質疑をお受けいたします。ご質問ある方は挙手をお願いいたします。よろしい。足立朝日です。こんにちは。防災について伺いたいんですけれども、はい、今ハード面と、まあ、あとは、まあ銀行さん、信金さんの方の、いろいろサポートが語られたと思うんですけれども、実際に避難所の運営の面っていうのがすごく今までも重要だということが言われてきていますが、長期にわたる場合、その避難所の運営がかなり問題になってくると思うんですけれども、そのリーダーとかあと運営に関しての何かそういう、リーダーシップを取られる方々に対しての、指導とかそういったことはまだ考えていらっしゃらないでしょうか。今正直なところ具体的にこういう企画がありますとかこういう研修を考えてますということはございませんけれども、おっしゃる通り長期化していきますと、普段の訓練の中では見えてこない様々な問題もありますでしょうし、まあ、避難所の運営に関わる方の年齢がどんどん上に上がってきているという実際の課題もございますので、おっしゃるようなですね、長期化に向けての、
課題検討、そしてその課題を少しでも軽減するための研修といったものもこれが必要になるという認識はございます。であと若い方にやっぱり参加していただかないとっていうのがあるんですけれども、はい、今避難訓練っていうと大体高齢の方が多いの で、 そ、 うです、ね、はい、その辺も何かやっていただけたらと思います。あのおっしゃる通り、あのごもっともです。私もあの避難所の訓練なんかに出ますと、ほぼほぼこう後期高齢みたいなあの年齢の方が多いのが、あの主でございますので、実際に子育て世帯、子どもを持ってらっしゃる方ですとか、乳幼児を育ててらっしゃるご家庭ほど、実際に、避難所に、まあ、あの避難されてくれば、いろいろなの課題がございますので、あの実際に体験していただきたいなというふうに思いますけれども、まあ、これはあのそういった幼稚園保育園ですとか、保育あの先ほど申し上げた保育ママさんですとか、または学校の PTA 等を通じてですね、あの引き続き、参加していただくようにお声をかける、もしくはまたそういう方々だけの訓練といったものも考えていく必要があるかもしれません。あの一般的に行う地域の訓練に、あの来たばかりの転居したばかりの方がですね、なんか参加するのはなかなかハードルが高いというようなことも精神的にあるのかもしれませんので、あのいろんなこれでいいということではなく、あの様々ないろんなあのやり方も考えながら、今まで訓練に出てこなかった方に実際に来ていただく努力というのは引き続き行っていきたいと思います。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。あ、どうぞ、はい、いやどうぞ、どうぞ。都政新報の伊藤と申します、はい、2点お願いいたします。あの保育ママの件なんですが、区長も冒頭おっしゃっていたように、やはりその食の質の担保というところが重要になってくるかと思うので、体制面でそのあたり の、 あの、まあ、質の確保というところで、あのこう制度上回していけるような仕組みがあれば教えていただきたいのがいいって。すいません、何の仕組みとしてちょっと聞き取れなくてごめんなさい。あの食の安全の確保というところで、はい、特にその配送員の方をこう雇用されるですとか、そういったスキームがあったかと思いますので、そのあたりのちょっとご説明をいただければと思います。はい、お二つ、あでもう一つは、はい、あの幼児教育の無償化の影響なんですが、今日ちょうど閣議決定をされたので、例えばその今区が進めている多様な保育の、まあ、というところで何か影響があるのかないのか、どういうふうに見ていらっしゃるか教えていただければと思います。はい、あの配送面 の、あの衛生面のというのは本当にあのその通りだと思いますので、そちらの方としてもただ単に車に積んで持ってくればいいということではなくて、まあ、あの今コーディネーターとして区が入っておりますので、具体的にすいません、どのような、まあ、方、どのようなあの業者の方にお願いしているか、ちょっとあの私そこまで確認してなかったんですけれども、まあ、基本的にはあの先ほど申し上げたあの調理を行って、外食あの外で作ってあのいろいろこう幼稚園保育園に運んでいるというような、まあ、方々がいらっしゃるわけで、少なくともそういう方々があの配送時に基本としていらっしゃる衛生面のライン、それはあの確保していただかないとならないなと考えております。あの具体的なルールについては後ほどすいません担当の方からあの説明させていただきたいと思います。あの幼児教育の無償化についてはあのまだ正直言ってですね、具体的な数字があのなかなか揃わない中で、どういう影響がどういうところに出てくるのかということ、非常に難しいところもあります。また幼児教育ではなく高等教育についても、無償化ですとかあのかなりの軽減という話もありますので、そうなると例えば区が持っている育英資金についても屋上を重ねるような形になりますので、まあ、再構築が必要だろうと考えております。まあ、とりあえずどことどこにあの私どもが持っているサービスのどこにどういう影響があるかということを確認しながら、分かりやすく、まあ、あの情報を取りまとめてですねお知らせしていきたいと考えておりますけれども、今数字的にこれということは持ち合わせておりません。他にいかがでしょうか。よろしいですか。よろしいでしょうか。あ、どうぞ。読売新聞の田中と申します。クイック退避建物について伺いたいんですけれども、はい、これまでその垂直避難の場所 の、 その確保のために区として何か取り組んできたことがあったのかということとですね、あと今回これあの警察署発ということなんですけれども、
警察がその取り組むことによって、その垂直避難の場所、その民間のマンションですとかの開拓が進んだのはどうしてなのか、ちょっと理由を教えていただけないかなと思いまして、はい、先ほどちょっとお話したように決して手をこまねいていたわけではないんですけれども、まあ、個別に例えば UR さんとかですね、大学ですとか、まあ、そういったところからお話をしていたんですけれども、なかなかプライバシー、プライベートなところを開放していただくということでございまして、先ほどオーナーの方のインタビューにもあり、インタビューですかね、全員の方の、許可を一つ一つ取っていくとなるとお話がまとまらないですが、今回はオーナーの方に呼びかけたということと、ここに綾瀬警察の署長からそれぞれのマンションの、方々に出したお願い文があるんですけれども、あまり細かく時間ですとか状況を固定しているわけではなくて、まあ、廊下屋上などの共用部分を住民の一時、退避場所としてということでこうお願いしたのが良かったのかもしれないと思うんです。つまり区がお願いするときにはガチガチに何時間ぐらいとか何日ぐらいとか少なくともこの場所だとかっていうことを条件をやはりあまり細かく詰めすぎてしまって、入り口のところでまず議論が進まなくて滞ってしまったということがございます。こうしてまずこう開放していただいて使わせていただくというところ、そしてまたこうした備蓄もわずかでございますけれども置かせていただいてというところから徐々に広げていくという考え方の方が良かったのかなと今思うと考えております。それとやはり警察というところが署が呼びかけていただいたということが一つこうまた行政がお願いするのと違うところで、まあ、先方に響いた部分もあるんではないかと考えておりまして、これは地域の皆様方が警察と一緒になってこう行動を起こしてくれたということで大変区としてはありがたいと考えております。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、引き続きまして5分少々いただきまして東京女子医科大学新東医療センター完成イメージ動画を放映させていただきたいと思います。現病院と新病院の位置関係です。直線距離で約 3.9km 北に位置しております。南東側日暮里舎人ライナー側からのイメージです。北側からのイメージです。約360台の駐車場を計画しております。西側からのイメージです。メインロータリーとメインエントランスがご覧いただけます。南側からのイメージです。左側が病院と右側が学校両棟とサブエントランスをご覧いただけます。北側にあります救急デッキとスロープになります。水害回避のため救急エリアを2階に計画しております。メインロータリーのイメージです。外来は1日約1000人の患者様を見込んでおります。
ウンジがあります。落ち着いた雰囲気作りを計画しております。1階に戻りまして、東側のサブエントランスより病院内に入ります。サブエントランスとメインエントランスをつなぐ長いメインストリートです。計画しております。スタッフステーションから病室に向かいます。こちらは一般病床の4床室になります。落ち着いた空間を計画しております。続きまして最上階にございます VIP フロアに参ります。広さの異なる VIP 病室を複数計画しております。続きまして、学校寮棟の4階にあります大講堂です。336人の収容が可能です。新東医療センターは2021年竣工を目指して計画を進めてまいります。